ハローエビバーレーハウスゴーエン、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信義です。本日はですね、こちらいつものところに戻ってまいりましてですね、2週間ぶりでございますよ、ここでやるのはね。道頓堀は1丁目にございます、マスダイブルの4階ロックカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信義は、どうもありがとうございます。どうもありがとうございますね。この番組は吉本新喜劇日夜頑張っております。私森田信義、毎回新喜劇内外問わずですね、いろんなところからパートナーの方をお迎えして、グローバルな情報から半径20センチの小さな話題までを皆様にお届けするバラエティのない1時間となってございますとございまして、2週間ゴールデンウィーク、がっつりとですね、祇園花月の方に行かせていただきまして、で、この配信をしないのもなんだなと思ってですね、初めてその祇園花月の楽屋からですね、終演後にですね、収録してお送りしたのでございますけど、見ていただいた方には分かると思うんでございますけども、15分 を4日間撮って、全部編集してつなげたというね、だからちょっとだけ後ろの背景が、服がちょちょ変わってたりとかね、するようなことがあってとか、もし、ご興味ありましたら、そこをチェックするだけでも結構でございますね。あとまた私のヘアスタイルがちょっとだけ変わってるかもしれないというね、それぐらいでございますけども、もしよければ見ていただければなと思うわけでございまして、ゴールデンウィーク中にですね、ちょっとたまたまこう日週目のところに劇場挨拶行ったら、親泊まりというね、後輩がいてまして、沖縄引きこもりのね、沖縄大引きこもりと言われたね、親泊まり君がですね、兄さんすんませんと、ちょっと兄さんの許可を得とかないといけないんですって言うから、なんかあったのかなと思ったらですね、先ほど自由に行ったらですね、ローリングストーンの T シャツ売ってたんで買ってしまいましたって言ってね、わざわざ私に何か一言入れるんですけど、いや別にローリングストーンの T シャツを買うのに私の許可いらないですからね。ただすごかったのは、すごい安かったんですよって言って、なんぼなんて790円ですって言って、むちゃくちゃ安いやんと。私、ストーンズの T シャツ好きで買ってるんですけど、そんな T シャツなんか見たことないと思って、ちょっと私見に行こうと思って、見に行ったんです。私が790円です。欲しいなと思いながらね、持ってない柄があったんで、欲しいな思って、よし、やっぱ買いに行こうと思ってゴールデンに行ったらですね、なんと590円になってたんですよ。ストーンズどうなってんねん。でこれ590円ですよ。ね、それ790円のその前日に買った790円、200円も安くなっててね、私5枚ぐらい買いましたけどね。またここでね、聞かせていただこうと思うんでございますけども、ローリングストーンズの値段の落ち方がちょっとすごい気になってしゃあないんですけどね。私はありがたいんですよ。ありがたいでございますけども、また全然どうでもいい話なんでございますけども、私のね、洗濯石鹸というね、ギャグがありましてね、それを劇場の方とかで、やってはいたんですけども、放送がね、もう耐えられないという、耐えられないじゃないですね、放送コードに引っかかるっていうわけじゃないんですけど、企業さんの名前を扱ってるから、商品名を扱ってるからちょっとその問題があるんじゃないかということで、私はその自分のイベントやるときにですね、ちょっとちゃんと企業さんの許可を得た状態でやりたいと思ってですね、企業さんにこう連絡をしたんです。ね、洗濯石鹸業界のですね、3社に連絡したんです。で1社だけすごいすぐ返事返ってきてですね、全然気にしませんので勝手にやってくださいって言われたんですよ。で、あと2社がですね、全く返事がなかった、どうなってんのかなと思って、聞いたらですね、1社は絶対やめてくださいって言われたんですね。でもう1社は全然やってくださいと、イベントの方の成功を祈ってますってね、この2社の商品名は、使えるということが分かりましてですね、なんとか洗濯石鹸というものがですね、もう一度お茶の間の方にですね、お届けできる日がやってまいりましてですね、この間のなんばグランド花月での収録の時に私やらさせていただいてますので、また後日ね、放送と見ていただければなと思って、それを見ていただいたら、どの会社が反対したのかが分かると思います。意外にあれ?技なくなってんな、みたいなね。あそこだけがあかんかったんか、みたいなね。ちょっとそういうことを興味持ちながら見ていただければなと思いましてですね。私がだらだら喋ってる間に、ゲストの方がずっと待っておられるので、申し訳ないので、早速ご紹介したいと思います。初登場でございましてね。相方の方には何度かどころの騒ぎじゃないぐらい来ていただいてるんでございますけども、こちらの方は初めてでございまして、女と男の和田ちゃんさんでございます。どうぞ!和田です。和田さんでございましたね。いや、笑ってください。ありがとうございます。
何がおかしいんでしょうか。いや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 、ありがとうございます。いや、すごい喋るなと思って。いや、それもおしゃべりをちょっとね、あの見てた、見ていただいてましてね、ちょっとあの、うん、視線を感じてたらちょっと恥ずかしい。どういう顔で見てていいかわからんかって。あ、そうですね。いや、もうありがとうございます。わざわざ来ていただきまして、はじめまして、ね、この番組でははじめましてです。でも、わらしゃんさんとは結構私は長いんですよね、付き合いね、そうね、そう、むちゃくちゃ長いお付き合いでございます。共通点もありますね。ありますね。あ、またいろいろその話はですね、あの聞いていただきたい、あの聞かせてもらおうと思いますし、あのこの番組ちょっとだけね、言っていただかなきゃいけない文言がございますので、はい、ちょっとそちらの方ですね、この和田と書かれてるところをですね、はい、読んでいただければありがたいと思います。わかりました。はい、格上の旅行を格安でワールドベンチャーズ、ありがとうございます。一応格上なんでございます。全然ございません。格上でございますけど、あの、You should be here というね、はい、英語わかりますか、これ、You should be here、はい、から、はい、You はあなた、はい、もちろんそうです、はい、あなた、あなた、なんだろう、あなたを、あなたを、あれかな、おんぶしてどこでも行くよ。これがショルダーってこと？いや、何、ヒア、ヒア、いや、分かった、言う、ショルダーやから、うん、あ、ショルダー、肩、え、あなたを肩にかけてここに来ました。肩車してて、違う分かった、はい、分かりました、はい、はい、あなたの、はい、そのショルダーバッグに私は入ります、はい、入れるか、そのそのワールドベンチャーズも偉いことになってます。いや、これ優秀でヒピヒア、あなたはここにいるべきですっていうね。あ、ありがとうございます。いや、違う、礼を言うとこじゃないんでございますけども、はい、あの旅行会社のサイトでございまして、はい、あの海外旅行行ってね、いろんな豪華な旅をするとお金かかったりするんでございますけど、はい、こちらの方はちょっとあの、まあ、登録していただくと、3割負担できたりとかする、60万円が20万円できたりする、すごい、はい、そうなんです、ちょっとお得なサイトでございます。ぜひともワールドベンチャーズに検索をかけてください。よろしくお願いいたします。はい、You should be here、はい、You should be here で調べていただくと出てきます、はい、はい、こちら、はい、ただいま、はい、乗務員募集中でございます、サンゴタクシーグループ、ありがとうございます。え、もう なんだろう、可愛さだけが上回って、ね、なんかお言葉がついてきてないと思うんですけど、あの大阪市内走ってますサンゴタクシー、はい、ご存知ですか、はい、あの乗務員募集中でございますので、はいはい、もしあのお仕事ないっていう、でも車の運転ができるという方はぜひともこちらの方に連絡してください。はい、わかりました。まじまじ私を見ていただいて、はい、私はまだちょっと免許を持ってないもので。あ、なるほどね、はい、あ、じゃあどっか行かれる時どうされてるんですか。ほぼ自転車で。あ、なるほど、はい、もうあまりこう車でどっか行りかけた、それもあるんですよ、市川さんも頼むじゃないかと思います。そうです、だから沖縄行って、はい、車もないからレンタカーも借りれずに、はいはいはい、タクシーで全部移動したら。めっちゃ金かかるでしょ。すごいお金かかって、めっちゃ金かかるでしょあれ、はい、いや、びっくりしました。いや、あれタクシー安い言うたかって、はい、ね、むちゃくちゃ高なりますよ最初。タクシーずっと乗ってたら、はい、運転手さんが、はい、お昼ご飯一緒に食べませんかって言って、ちょっとしてナンパされてますやん。はい、仲間なりすぎて、いやそんなこと、それぐらいずっとそのタクシーの運転者と一緒におったってことですか。そうです、もう一日中ずっと。一日貸し切り、それいくらぐらいするんですか。一日そんな貸し切りだとだいぶ高いでしょ。だいぶ高かったです、ね、はい、びっくりしました。いや、ちょっと怖い。今度産後タクシーでブラブラしたいと思います。いや、ブラブラ、ぜひぜひ。そんな安くはないですよ。安くはないですよ。飯は誘ってくるかもしれませんけどね。はい、はい、すいません、暑い、またこちらでございます。はい、人とペットの幸せを形に、ホワイトフォックス。あ、ありがとうございます。広島を拠点にされたペット用品とペットフードの会社でございまして、はい、ちょっとね、こういうものがあるんですよ。え、こう展開されてましたね、商品を。いや、まだ何も言うてへんやん。って何も言うて、違う、何ですか。あ、ペットフードね。え、鶏ささみのフリーズドライとかね。すげえ、はい、鶏胸肉のフリーズドライ。え、めっちゃちょっと、あ、美味しそうやね。美味しそう、あ、美味しそうって言いましたね。あと、あのエゾシカ肉のフリーズドライ。え、美味しそうやね。美味しそうですけど、ちょっと食べてみますか。え、いいの。あ、いや、全然いいです。人間食べても大丈夫なんですよ。ええ、はい、ちょっと食べてみてください。これ開いてあるやつの方がええやんね。そうです、開いてあるやつ、はい、ちょっと待って。え、これ食べていい？あのね、結構ね、不思議な味です。だから、まずくはないんですよ。え？はい、不思議な味。あの、初めがね、なんかカスカスっとしててね、うん、なんやろうなと思ったら、後からじゅわーっとこう肉のね、旨味が出てくるんです、うん、このまま。はい、そこのままで、それはね、どうしようもないし、そう調理しようないですよ、もうフリーズドライで。あの、なるべく唾液をしましてください、うん、はい、あ、
肉になってきた。そうでしょ、うん、あれみたい。どれみたい。あの水にふやかすバスタオルみたいな。なんでバスタオル。いや、ちゃいます。味ちゃうやん、それは。味が味じゃないやんか。あるでしょ、こんな塊になってて。わかります、それがブワーってなるやつね。わかりますよ、はい。あ、風呂桶につけといたら、タオルになって。なります、なります。の感じなくらい。いや、だから、味を立てるには全然違う表現が。だからこう。あ、ふわって広がっていく。はい。ね、わかります、だから唾液を。あ、おいしい。あ、おいしい、よかった。これは、はい、ミルクボーイの駒場くんにいいんではないでしょうか。あ、なるほど、胸肉、このささみやとか、はい、これだったらちょっと小腹すいた時とか、はい、小腹すいた時にこれ食ってええかな。だから今までだったらなんかメカブとか多分食べてやる、はい、やろうけど、はい、新しいパターンで。なるほど、これを今度あげようかな。あ、じゃあちょっと進め、こ駒場をペットに。いやいや、人とペットの幸せの形ですからね。人と駒場のせいで、幸せの形ですよ。すごい。そのノリでね、エゾシカ肉はどうですか。え、エゾシカ肉食べてみたい。あ、じゃあそうそうそう、ぜひぜひ、ちょっとエゾシカ肉。エゾシカ肉、はい、初めてエゾシカ肉を食べるんが、フリーズドライで食べるって。そうですね、僕もエゾシカ肉、結構大きいのでいただきますね。え、エゾシカって北海道だですね、これと。エゾシカはそうですね。え、結構大きいんだよ。結構大きいんだよ。結構大きいんだよ、うん、はい、大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、うん、あ、すごい。あ、これも、はい、あの水につけたバスタオル。いや、分かってるよ。フリーズドライ全部そうやね、だから。あ、結構これは味が、はい、味が どうですか、うん、だいたいこの鶏胸肉の流れからいけど、だいぶ獣臭が強くないですか。はい、獣臭は強い味ですけど、私得意なんですよ。あ、すごいですね。大体の方これはもう履いてましたわ。え、はい、あかん言うて僕も履きました。わ、そういうのしなきゃダメだった。違う、いや、あの大きいやつすっくりいっておいしいってなってるから、ちょっとえっと思って。え、だからだいぶ獣強いですね、じゃあ。はい、もうこれ高橋靖子さんをグッて飲んでありましたけど、もうこの間はあのつぼみのあのエリカちゃんって来たんですけど、はい、もう履いてましたもん。はい、いや、私結構好きな、全然いける感じ、結構好きな、好きな味です。だってこう、ちょっと言ったら癖のある、はい、そうそうそう、味とか癖のあるのが好きなんです。はい、あのラム肉とかすごい好き。ああ、なるほど、はい、あ、じゃあちょうど良かったんですね。うん、すっげえ歯に歯に決まった。歯にでしょ、はい、肉の残りがすごいでしょ。すごい筋や何やいっぱい残るでしょ。うん、多分その時期を口臭なってくるんちゃうかな。ちょっと待ってよ。はい、ちょっと待って。つまようじゃあります、つまようじゃあります。あ、ウィントス趣味でやらせてもらって。つまようじ出てきたのに、つまようじ出てきたのに、まだつまようじ使わへんや。つまようじ使うとよろしいですが。いや、便利やから。便利やから、人差し指やね。人差し指は便利ですよ、これ。便利って言うんかな。便利やから。なるほど、ありがとう。あの、こういう商品も展開してますので、ぜひともホワイトフォックスさんで、こう出てます、ホワイトフォックス CO.JP の続きましてのページ、はい、まだあるんです。すいません。はい、ちょっと待ってくださいね。はいはいはい、そい、はい、そい、はい、これですね。はい、広島で宝石だけ、はい、ブランドもののことなら、はい、圧倒的な品揃えを誇る品川ジュエリー。品川や。品川って。荒川とかとまだ分かるけど、品川って。全然違うし、漢字が。もう一度。あ、もう一度、はい。広島で宝石時計ブランド物のことが、はい、圧倒的な品揃えを誇る新川ジュエリーへ。ありがとうございます。きっとあなたにぴったりの商品が見つかるはずです。はい、もう広島でございますからね、やっぱこう広島カープのこういうグッズとか公認のね、ストラップとかも作っておられるんですよ。めっちゃいい。あ、広島ファンですか。違います。違うんかい。違うんかいな。オリックスバッファロー。オリックスバッファローズファンです、ね、オリックスバッファローズ。こういうのってでもね、はい、すごいこと、私広島のこの球場が好きなんです、はい、あ、あの球場、マサチ球場ね、はい、いい球場ですよ、あれ。あ、こう、あの、ダッシュしたことがあって。なぜ、なんか罰ゲームがある。いや、なんかあの、スタンドの廊下みたいなとこをダッシュしたことがあって、はい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 、なんかそれですごい好きになってしまって。
走ったことはね、はい、いや球場走って好きなのはなかなかない経験ですけど、でもこれ今やったらそのカープ女子、そうですよ、カープ女子にあのプレゼントするのいいですよね。そうですね、むちゃくちゃ強いですか今広島、調子いいですからね。あの広島でね6店舗ぐらいをあの大きく手広くやっておられる、宝石会社でございますので、ね、ぜひともあの普通に、ネットでも販売されてますので、ぜひともご購入ください。よろしくお願いいたします。時計も売ってるってことですね。売ってます、はい。もうこのこのなんですかね、キラキラボールカープストラップはネットで買えますよ。いいですね、はい、プレゼントにも。プレゼント、はい、で続きまして、はいはいはい、そして生命保険と個人の自動車保険ならアクサのスギちゃん、はい、個人法人問わず医療保険からがん保険、積み立て保険まで何でもスギちゃんにご相談ください。はい、 Facebook で、はい、杉原浩二、はい、で、はい、調べてメッセージをください。え、これ LINE も言っていいの？ LINE も全然言ってみんな、そうです、はい。え、LINE ID は、はい、A、はい、小文字で、はい、小文字の A、はい、で、X、はい、A、はい、N、はい、O、はい、S、はい、U、はい、G、はい、愛までご連絡ください。はい、ありがとうございます。ご丁寧にアクサの杉までよろしくお願いします。なんと杉ちゃんさんね、 MDRT 会員というね、なかなか保険のそういう、窓口をされてる方でもなかなか取れない会員になっておられるそうでございますので、何でも結構でございます。あの別に他社の保険でもいいで、はい、自分が入ってる保険が一体どういう保険なのかということをね、全部教えてくれますので、ぜひともスギちゃんさんにご相談ください。そしてですね、なんとですね、はい、今ご制約いただきますと、あのスギちゃんからですね、なぜか知らないですけど、私のこのこの間のイベントのね、京都新喜劇、今日の森田信彦新喜劇なんですね、範囲のこのキーホルダー、これをね、プレゼントするって言ってました。どういうことかわからないですよ。いや、なぜかしら、でもいいじゃないですか。はい、なんかこれをね、今、スギちゃんさん、なぜか私、なんか数を持ってるそうでございますよね。私すらもう手にないんですよ、手元ないのに。大量に、情報では聞きましたよ。森田君のグッズが全部、あの、完売した。あ、そう、もう少なかったですよ。スギちゃんさんが全部買ったこと。違う、違う、それ買い占めたわけじゃないと思いますよ。はい、だからスギちゃんさんは、なんかその時にちょっとテンション上がって、たくさん買ったんだと思うんですよ。でたくさん買ったんですけど、結局使い道がないからってことかもしれないんですけど、はい、もしあのご興味ある方はですね、ぜひともスギちゃんさんに連絡してみてください。私のこ の, あのイベントでね、唯一作ったこのキーホルダーをプレゼントするそうでございます。でも本当にこれ保険を入ってた方が本当にそうなんですよ。私、ね、保険入ってちょっとしてからすぐ怪我して、はい、ああ本当ですか、よかったですね。助けられました、いろいろやっぱ。怪我って何の怪我ですか？それは内緒です。なんでやわ。保険が必要な怪我やから、まあまあの怪我でしょ、それは、はい。でも内緒で。内緒で。なるほど、スギちゃんからね、ちょっとプレゼントを。え、はい、ありがとうございます。はい、なんか見てもらって結構でございます。え、うわ、大量、はい、大量の森田君のキーホルダー入ってる。入ってるか、わ。嫌がらせやないか、そんな。え、すげえ、光栄だし、はい。え、掃除モップ。はい、そちらの方ね、プレゼント。ハリネズミの。ハリネズミ、はい。そう、ハリネズミとね、このリスの、この歯。これ、クルリンちゃんでは、アクサ生命の。わトレードありがとうございます。トレードマークキャラクターでございます。イメージキャラクター。わっ、はい、田中まさきやん。はい、あとはもうパワフル。ありがとうございます。全然こちらです。すみません。というわけで、この番組は広くスポンサーも募集しておりますので、ぜひとも、何でも結構でございますのでね、私の方にどしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、改めまして、わらちゃんさんでございますけども、はい、ね、NSC ではないですもんね。NSC は行ってません。ね、なので、僕、入った時 NSC が僕25期なんですよ、はい、で、市川さんが24期扱いですよね。え、有田さんは何期扱いなんですか？私は一応24になると言われて。あ、24になるんですか？なんか 24.5 で、市川君も 23.5 ってなって。なんなんそれ、靴のサイズ見たら。何その、そうそうそう、 23.5 で 24.5 みたいな言われて、はいはいはい、でもう面倒くさいなと思って、はい、誰かこう、なんか仲間欲しい思ったから、はい、私はほな24で行きますって言って、はい、言ったら市川君は、いや 23.5 で行くって、はいはい、23期の人にもご馳走してほしいから 23.5 で行くって。なるほど、はい、ずるさが出て。扱い的に24期の人には市川さんは飯を奢るってことですか？そう。ああ、24期が結構少ないんですよね。少ないんです。で、 NSC 行ってた人たちで残ってる人が少ない。少ないです。だから大体あの年が少ない。23期は結構いてるじゃないですか、はい、もう言うてもね、友近さんを筆頭に、吉田さんもそうですし、今ウェブさんとか、まあ、新劇でも結構おられるんですけど、だから、ね、24期って言ったら江原さんぐらいですか？
若いおさむくん。あ、若いおさむさん、そう。石橋狭間。あー、そうですか。だってほとんど東京行かれてるから。みんな、はい、NSC 組は全員東京行って、ね、NSC 行ってなくて、はい、24期の人は大阪にいるっていう。24期でその、まあ、NSC じゃなくてもその大阪にいてる人で言うたら、まあ、その NSC は全部溶けたんですね、はい、24期扱いで大阪におるのはスマイル、あ、スマイルですか。モンスターエンジンの大林くん、はい、でスパン、はい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 、で天使と悪魔の神崎くんは、はい、NSC だった。NSC なんですね、はい、あとあの新喜劇だったら山本直美ちゃん。あ、そうですそうですそうです、はい、あ、そうか、うん、じゃあ結構多いんですね。NSC じゃない人の方が多い、はい、あんま大声で言えないですけどね。なんでなんですか。いやだってさ、吉本は NSC 入った方がいいと思います一応もうでも最近は行ってないんじゃないですか。行ってるんですかね。でも NSC 入らないとダメっていう、なんか最近は厳しい決まりがあるっぽい感じでしょ。ああ、なかなかでもそのなんか何期か分からへんとかね、一回まあ弟子から行くかとかみたいな感じですもんね。だってだから25期でしょ。25期です、はい、で森田くんがそのなんか卒業公演で新喜劇をやるのを、はい、そう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 、実はあの一番前の席でこうやって見てたなんで、え、ほんまですか。はい、あの一之輔師匠の息子さんもいたでしょ、はい、そうです、同期にいてまして、で私幼馴染なんですよ。あー、そうなんすね。ずっと一緒にハンドボールもやってて、はい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 、くっすんとくっすんと、はい、で見に行ったらいてて、はいはい、めちゃめちゃこの人ツバ飛ぶなと思ってめっちゃ大きい声で喋るけどすっごいツバ飛ぶな思って見てくれたんですか。大きい声通るなと思って。いや嬉しいですわ。あんな見てくださってるんだから言ってんなと思いませんでしたもんだって僕言ったら親にもよう言いませんでしたしね。大体こう親って卒業発表会やから、なんか親が来てたりとかするじゃないですか。よう言わんかったっすよ。NSC 経験してないから、だからああいうの逆にミニガールの新鮮かもしれない。新鮮で、いっちゃ前で見る、なんか新鮮で。でもその頃はもうすでに漫才コンビがやったんですか。やってて、はい、やってて見てたから。え、じゃあ、まあ、だから同級生が、まあ、一之輔さんの息子じゃないですか。はい。と、その前にこの、まあ、お笑いの世界に入ってくるこのきっかけは何やったんですか。ずっとハンドボールやってはったんでしょ。はい、ハンドボールもすごい選手やったでしょ。実業団まで。実業団まで行ってはって、はあ、おいくつぐらいの時にその漫才やるとかあるんですか。実業団でハンドボールやった人が急に。いやだからもともとだからずっとハンドボールやってて、はい、そのずっとねもう練習ばっかりでしょ、はい、学生時代。そうそうそう、はい、そんなね外に初めて高校3年生で引退するでしょ。はいはい、まあそうです、はい、そこで初めて難波に遊びに出てきたんです。ほう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 。家はもうこの難波付近に住んでたのに。あ、え、元の地元この辺なんですか。地元はもうそのこの中央区。へえ、あ、そうなんすね。で、はい、だからもうほんまに遊ぶっていうことしたことなくって、もうハンドボール朝からバンバンハンドボールばっかりやったからはい、で、初めて引退して難波遊びに行く、はいはい、ほんなら夜中親の目を盗んで見てたお笑いのテレビ、はい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 に出てる人たちが、うわ、ナンバー歩いてるやんみたいな。あー、なるほど。あ、でも子供のめっちゃちっちゃいとこに、はい、時に親と一回だけ新喜劇見に来た時は、はいはい、なんか知らんけど渡辺満里奈さんとルビーモレーノさんが出てた。なんかすごいやつ見てる。新喜劇をすごいやつ見てる。見てて、はいはい、すごいし、なんでそのルビーモレーノとでもむちゃくちゃバブル来ちゃいますの、それガンガンの。かもしれない。それがもう子供の頃に見た。見た。生で見たわ、それの新喜劇一回。もしかしたらあれかもしれないですね。コメディとかかもしれないですね。かもしれない。ああ、でそれを見て、まあそれ以降、まあ、全くナンバーとかそのうろうろしたこともないのにちょっとだけ夜パッて出たら友達と遊びに行ったら、うわーと思って、 あ、お笑いって生でやっぱこうなんて若手の劇場も見れるんやってるの知って、はいはいはい、で見に行くようになって。あ、そこから見に行くようになったんですね。で、はい、あのなんか知らんけどあのその見に行ったライブのランディーズさんのライブで、はい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 、なんか客席からなんか舞台上がれる人みたい な、はい、なんかそのビンゴカードみたいになってて、でそれでなんかあのこう客席からそれにそのお題に合った人がいれば、はい、こうランディーズさんのグッズもらえますよみたいな、はい、であと1個揃えばビンゴになるみたいな、はい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 、でそのお題が今日あの一番臭い靴下履いてる人みたいな。なるほど。買い物競争みたいなやつのリンゴバージョンみたいなのがあって、でまた一番臭い靴下を履いてる人って言って、はい、で、はい、もう学生時代はほんまにずっと運動ばっかりしてるから、
もう運動ばっかりしてるこの足ってむちゃくちゃ臭いでしょ。むちゃくちゃ臭い、確かに臭い。もう自信があって足の匂い自信がある。なんか知らへんけどね、はいはい、あの授業中の本読みとかは、はい、本読んでたら緊張しすぎて泣き出すぐらいの緊張しやったのになんか知らんけどそこだけ吐いてて、あ、はいはいはい、自信が乗って手上げて、はい、吐いてやったらみんな上げてるやろと思って、はい、上げたら一人やって、はい、もう決定ですやん、はいはい、で嗅いでもらって、はい、なんか臭い、うわーってなってむちゃくちゃ傷つくところですけどね、普通やったら女子やしってなったのが、はい、なんかもうきっかけです。だからあ、ハンドボールで人に見られるのと、はい、こうステージ立つので見られるのは同じ感覚だっていうのがきっかけで、あ、それでそれで、うわ、足臭くなかったらもう、そう、もしかして芸人やってないんじゃない。やってなかった。そこからそこから、はい、そこからどう行くんですか。でも実業団行くってなったでしょう、ね、もうそれの舞台立ったのが初めて。いや、ハンドボールのプロになるわけじゃん、まあ、言うてジェットしたね、実業団だから。だからもうお笑いやりたいと思ってしまって、そっから足の匂いを認めてもらってから、はい、はい、いや、なんか臭いって言われることによって全員プレゼントもらえたから。ああ、そうか、あ、なるほど、人を救ったんですね、足の匂いで。いや、はい、で、うわーってなったから、はい、まあ、いいことしたと思って自分一人傷ついたら何人もが喜ぶと思って。うわ、名言ですね。私が一つ傷つくだけで世界は平和になる。平和になる。全員がわーってなったはい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 、全員がなんか終わってから、はい、ありがとうございましたとか、あなたのおかげでグッズもらいましたと出演者じゃないのに、はいはい、あ、なんで俺言ってくれはんねん、あ、いいえとか言ってる自分。いや、むちゃくちゃ恥ずかしいことだけどね普通そばに親おったらもうほんまにささっと隠されるところですよ多分。あ、それがきっかけで。きっかけで、で、それもめちゃくちゃ恥ずかしいよ、はい、見に行ってたん、はい、一人で見に行ってたから、はい、なんか共感できる友達もおらんまんま、はい、なんかぼそーっと書いてただいぶやばいやつやへえー、その一人で見に行って、そう、足臭いやないやら言うていじられて、でもまあみんなに俺言われて、はい、でそこからでも実業団でハンドボールやりながらもずっともどかしいわけですから。もどかしいし、お笑いやりたい、お笑いやりたい、お笑いやりたい思いながらふわっ、なんかもういやいやっていう、栃木県に住んでたんですよあ、大阪じゃないんだ。お笑いから遠のいて、はい、栃木県、もうすっ、あ、もうすっごい無理だと思って行ってすっごい、なんもない、なんもないから、なんもない、もうなんもない。何をさ、朝から晩までそれこそ本当にハンドボール、会社、でも会社に入ってるから、はい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 、何時から何時までは、はい、あの新人の人は研修みたいなので、はい、一応仕事して、はい、あの、はい、こうやってエアコンのやつやってました。エアコン作ってました。エアコン作ってエアコンの、あ、その流れ作業で、はい、流れ作業でエアコンのこう部品を入れてて、部品を入れててあ、それをやって、で流れ作業でずっと流れてくるでしょ。はいはいはい、いや、その流れ作業は流れてきますよそれずっと見とったら、ね、だんだん眠たくなって思って、はいはいはい、で、なんかこう焼かれたパイプみたいなところに、はあ、眠たい思ってて、思って思ってほんなら工場止まってもうてベーンベーンベーンってなってで、反省文書かされて大人になって、それ首とかにならなかったんですか。じゃな、もう、ま、手なんて大やけどやって、じゃだからもうこう、はっつってそれですごい目覚めてどんだけ眠ってんねん、あんたでも、はっつってなって、はい、で、なんかもうみんなバーってなって、はい、で、私が原因で止まったってことが、あの会社の新聞みたいなのも、あ、解放で、はい、はい、書かれーの、はい、書かれーの、はい、書かれーの反省文書きーの、書きーの、はい、へぇー、それが入っても1年目ぐらいですか。もう3ヶ月以内、3ヶ月以内もうだから早々と仕事向いてないなみたいになってるんですよ。で、監督の耳にももちろん入り、入って、はい、何しとって言われて、はいはい、あの、ちょっと、あの、なんか流れてくるやつとかあんまり今まで経験なかったって、あの、ちょっとずっと見てたら眠たなって寝てしまいまし、ね、居眠りして、手を置いたら入るってめっちゃ怒られて、で、シュートノックが始まりみたいな、はいはい、あー、そっからまた激しい練習が始めて、でも、やけどしてるし、痛くはなかった、大丈夫ですか。いや、まあ痛いけど、まあ、そう言うてる場合じゃないですよね。へー、しんどい思って、はぁ、大阪帰りたい思って、ほんで、その栃木でそうやって、まあ、実業でやりながらどれくらいやったんですかそれが、はい、もうね、なんかハンドボール自分でやめま、はい、何かを自分からやめますっていうのを言うのが嫌で、はい、だから、やめるときはタイミングが来るだろうと思ったら、はい、なんと、1年でチームが潰れちゃうっていう
すごい。ええと思って。はい。え、もうじゃあ解散ですか、じゃあ。はい。え、でも一応会社には一応就職してる感じになってるんですよ。みんな就職で仕事できる人たちは、はい、まあ残ったりとかするけど、はい、何しろ火傷もして工場のラインも止めてる人だから、はいはい、会社からしたらいらないですよね。まあそうですよね。ハンドボールの実力としては認めてるけど、はい、会社の技術としての技術、まあ、実力は認めてないですもんね。ほんでハンドボールもう一個続けれるチームもあって、はいはいはい、ありがたいこと、はいはい、だけどもうええかなと思って。ハンドボールを。はい、もう。はい、そこまでやっててハンドボールはもうええってなってるんですよ。もうだからもう完全に熱冷めてしまってるんですよ、ハンドボールに対して。もう大阪入れたいと思って、はあ、もうお笑いみたいやりたいと思って。でもあの体型的にむちゃくちゃそういうハンドボールが得意そうな体型ってないでしょ。でもちゃうんですか、こんな大きい人多いんですか。いや、みんなこのガタイは、はい、本当にそのチームの韓国の選手もいるから、はいはい、その選手にいい一番いいガタイだよって言って、ハンドボールするには。はい。へえー、なんか俊敏性あまりなさそうじゃないですか、イメージ的に。俊敏性ではもう戦ってない。あ、そうなんですか。もう武器は、はい、ほんまにバッファローのように突っ込むっていう。え、ハンドボールで。はい、あのお前はボール持った後とにかく突っ込めっていう。え、でも触れていいんですか、あれって。まあ、もう僕もうすごい触れてもいいです。あ、そうなんですか。はい。あ、じゃあそのバスケットみたいな体あんま押したりとかしたら、まあ、もう全く。動き回る格闘技みたいな感じで。あ、そうなんすか。あんまり僕ルール分かってないからそういうところ見てないですよ。ほんまにあのシュートする、飛び上げシュートするとか、はい、そんなんしか見てなくて。あ、まあまあ、ほなまあまあ、だからジャンプシュートのとこ、はい、する体勢のとこ、なんかシュートでこう突っ込んできた人のとこに、はい、パッとディフェンスでパッと守って、はい、ここでこういうふうに受けるチャージングっていうのがあるんですけど、はい、それを やったら必ず向こうの人の肘が、え、膝か、膝が、あの、恥骨に入るんですよ。めちゃくちゃ痛いやん。めちゃくちゃ痛い。もうそれはもうハンドボール界ではみんなあるある。こんなとこに、はい、膝ガーン入ってくるの。ガーンって、でもそれの、はい、もうなんて反則を取った瞬間気持ちよくて。どっちやねん。いや、こっちやねん、はいはい、痛いけど。痛いけど。ビーって言って。はいはい。だからそれを取れた時に。ピンチやってなってるけど、ズッてなって、バーって大げさにバーってやったら、自分らのボールになるから、はい、それがたまらなく美味しいけど、痛い時もある。冬なんか特に痛い。冬の方が痛い、そのあるんですよ。痛いです。乾燥してるからとか関係ないでしょ。乾燥してるからとか、もうなんか、あーって。へー。だから男性はもっと痛い。もう男性はそうでしょうね。男性は もうタイムウォッチ止まりますよね。タイムウォッチ、タイムウォッチが始まった。あの審判のね、何の話してるんでしょうね。いや大体こうもう倒れてるから次、まあ、試合復帰するまでに時間かかるから。はい。へーっていう。そんだけ僕激しいスポーツやって分かってなかったですわ。でしょ。はい。バスケットぐらいかなと思ったんですよ、本当に、はい、そんな当たる。だからなんでそのこの体型でバレーハンドボールやってはんねやろなとかいう。でもこの体型でやってるから、もう本当にこれある意味自分の中でも自慢だけど、うん、あの片方の足を2回アキレス腱切るっていう。え？いや、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。え？両方じゃなくて、もう両方じゃなくて右足だけってこと？左足だけを、はい、2回も切るんですか？で、手術終わってギブスして、はい、ギブスやっと取れるわ思って、はい、焦るでしょ、早く復帰したいから。ほんで、なんかそのギブス取った2週間後に実力テストがあってね、はい、これ高3の話に戻ってるんですけど。あ、いつの話でもいいですよ、はい、実力テストがあってね、はい、でね、お母さんにね、タクシーで行き、その間は学校って言われてたけど、まあね、はい、お家がそんな裕福ではなかったから、はい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 、タクシー代浮くようにと思って、はい、一生懸命電車で行ったのに、はいはいはい、ほんなら電車が雨の次の日かなんかでこうホームがね、濡れとって、はい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 、そしたら滑ってもうて、お松葉杖が、はい、ほんだらもうこっちのアキレス腱切れてる方の足でケンケンしてしまって。なるほど。そう、本来ならばもう瞬間的にやっぱ反応するのは、はいはいはい、今までずっと使ってきた左足、はいはいはい、ケンケンしてもったら、はい、変な音になったらボーってなって、でも自分の中でうわーまた切ったわー思って。切ったわ、そんな悠長な。ほな、後ろにいたね、の保健の先生がね、こける思たわ言うて、いや、こける思たわの前助けてくれよと思って。まあそうですね、そら、まあ、とりあえずまあ実力テスト受けなあかん思って、はい、受けに行って、はい、5時間テスト受けて、は
でまたそれから病院行ったらやっぱ切れてますって、はい、そんな簡単に切れるもんなんですよ。でもその復帰してからは、うん、ギブス外したらもそんな弱い状態なんですね。弱くてなんかもうくっつけてるか他のところが弱ってるのをピーって、ああじゃあちゃんときっちりリハビリしてこうちゃんと元に戻してないから余計に、へえ怖っ、うん、その2回も切った人初めて見たわほんで1回目切れた時は、うん、なんかね学生歌はねあのミサンが足首とかにやるでしょ、だからミサンが左足にやってたら、うん、ミサンが切れずにアキレス腱切ったっていう経緯、それが最初本当に、いやいや、なんとか面白い方向に持っていかないといいんですよ大丈夫、いやでも本当に大丈夫ですよ、それは自分でそれで願い事からだとどうでもいいですよいやそれでも笑いできるんだったっ、それでも笑いできるんだったいやでもそれはもう自分で痛いけど 笑ってしまった、あ、ミサンが切れずしっかりミサンがは、はい、スースー、いや、はい、そりゃそうやて、手術するときに先生がこれハサミで切っていいかな言われて、ああなるほど、あ結局ハサミで切るよどっちしても切られんねんと、切られる、なるほど、アキレス腱切られたら、アキレス腱切ってもらったらミサンガも切られるという、はい、なるほど、ミサンガの方が後です、なるほど、いやどうでもやるそりゃそうでしょミサンガ切れてアキレス腱切れたらどうなってるんだろうなそれはそうか、じゃあ結局栃木が行ってそれでいろいろあってもう大阪すぐ戻ってきはってハンドボールやめて、そっからもうお笑い言うたかってその NSC とかじゃないでしょそっから、はい、まあお母さんをどうやって口説くか、あそうですそうですね、 NSC 行こうお金もないし、ね、ないし、はい、でとりあえずお母さんが、はい、あの知り合いの会社に、はい、あのはい、やあの働きながら、はい、働テレビ言うて働きながらやったらお笑いやっていいよって、あなるほど、趣味でやったらいいよって言って、はいはいはい、で働きながらやってるけど、またそこの会社で、はい、あのアクセサリー作る会社で、またちっちゃい作業して、はい、ほんならもうその都度そのビーズで、はいはい、ビーズでこうあの、はいはい、あそうまたそこでも居眠りしてしまって、はいはい、まあ、その都度もうビーズがこぼれてパラ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 言ったらもうでねちっちゃい会社やったからね、はい、社長と同じフロアにいるわけですよ、はいはい、で後ろから社長が見てて、はい、ビーズを落とすでしょ、はい、で私も居眠りしてない感じで、わっちょっと手元狂ったとか言って、はい、わざとそういう風に言ってたけど、はい、居眠りしてたのすごいバレてて、それはもう明らかにこんななってるのも多分で社長室に呼ばれ、はい、なんややる気あるんかみたいなはいはい、まあ、そう言われますよね、そら、はい、はい、やる気はありますって、はい、でもどうしても眠たくなるんですって向いてんや向いてんやほんで、はい、お母さんにも説得して、はい、そのなんかオーディションにどんどん受かっていったら、はい、説得しやすいなと思ったから、はい、オーディションとりあえずいっぱい受けて、で、許し得て、紹介してまた会社だけ辞めていいですか言って、あ、そう、辞めて、で、そこで、社長に言ったら、それが正解やって言われました君には無理だと思うわ向いてない逆に、社長も、なんかその、いろんな人のその紹介があるから、ゆえにどうしても断りきれなかったみたいなのがあるでしょうね、多分なんか、お母さんと仲良、ね、かったけど、で将来でも将来出会ったら、はい、お母さんとの同級生やから、はい、なんか出会ったんですよその社長に、はい、あもう最近じゃなくてご機嫌になってお母さんのその同窓会に行くっていう、はいはいはい、ほんなら俺が育てたってんや言うてましたいやめっちゃ怒ったやんと思いながら一時的にはね一時的にはちょっとよまあいやめっちゃ怒られることしてるけどそりゃそうでしょひっくり返してるでしょなるほど。いやでも初めはまあ今はおね市川さんとコンビです。市川さんとのコンビもう15年なんですね。あそう、あもうそんな時間。いやいやまだですまだ大丈夫ですまだ大丈夫ですよ。まだだ15年でしょ。うん、でお笑いをやり出すってなんて言ったらまあ今から言ったらその笑い初めはから市川さんじゃないでしょ。あ違う、あそう初めは違う。でしょ。だから女の子コンビでそこで共通点が出てくる。そうなんですよ。で僕はそのユニバーサルスタジオで働いてて、はい、相方がねオーストラリア人で行ってたんでね そこで働いてたオーストラリア人が「あの M1 出ようぜ」ノブ言うてで出るってなって僕とそのまあ、オーストラリア人とコンビ組んでねでやってたんですよ。でたまたまなんか誰かのつながりで、その当時今もうないんですけどワッハレッスンルームがありましてね、うんうん、ワッハあそこ何でしたっけ園芸館の上でしたね、今の、漫才劇場の建物の一番上の7階にね、はい、レッスンルームってありましてそこでやってるインディーズライブに僕とその相方とこのパンチラインっていうコンビでね、はい、呼んでもらったんですよ。でそこで初めて、はい、わざとお会いしてほんで
「えパンチラインって言うんや」って「私らも前コンビ名パンチラインやったんや」そう「へえ」って「パンチラ違う」みたいなねでパンチラインって意味分かってはんのかって分かってなかったその時、はい、ねどういう意味なん言うて、いや何にも分からずつけてたんやコンビに。いやもう相方の女の子がすごい頭いい子やったから、はい、パンチラインでつけたらしいけど、はい、ちゃんと意味がある。そうそうそう、あの英語で言うパン、まあ英語で言うということで、パンチラインっていうのは意味はそう落ちって意味なんですよ、はい、ね、そんなになら落ち、ここのパンチラインはっていう。でそう、そのコンビ名私もパンチラインやったんよって、パンチラインってどういう意味で、いや知らずにつけるだった言うてそう、えでも女性の方とコンビ組んでおられて、そこはどれくらいやってはったんですか。もうそれはもうすっごい短かった。へえ。けど、いや、なんか誘ってくれたし。あ、その方が誘ってくれた。同級生とかですか。じゃなくて、もうほんまに一人で、なんかどうやったら NSC に入らずにお笑い芸人になれるなんて、はい、やろうって、はい、ずっと劇場見に行ってて、一人でね、はいはい、そしたら、一人で見に行く子ってお笑いが、なんていうの、好きっていう。まあそうですよね、一人で見に行く子やから、ね、で、後ろに並んでた子も一人やって、はいはいはい、で声かけてくれて、もしかしたらお笑いやりたいって思っているタイプの人って。おい、あ、やりたいと思ってるタイプの人です。人です。いや、それやったらなんか私もそうで、ちょっとこの後ライブ見たらなんかお茶せえへんみたいな。はいはいはい、はい、うわすごい積極的、ちょっとナンパみたいなもんですけどね、うん、もういやもう自分は、はい、ラッキーと思って、はい、やっと NSC 入らんでもお笑いできると思って。ああ、じゃあその子、その子っていう、その方は知ってはったんですか、どういうふうにしたらいけるっていうのは。は、もう知ってて、私は知らんまんま、ずっとお笑い見に行って、あ、何かこう、ヒントを得れるのかなってやってたら、へえ、あんなプレステージ受けて。受けて、でもその子とやっても、やっぱもう、なんか、うん、その時はだって、ツッコミってボケ。ボケやってたけど、はい、あ、でも相方さんが突っ込んで、突っ込んでやって、ほんで女の子が留学したいからって言って、はい、あの2つ下やったから。ああ、なるほどなるほど。高校生やって、あ、高校生でコンビ組んでたんですか。2つ下か高校生か、高校生、終わりの、大学生になるみたいな子やったかな。ああ、大学生か、ちょっとなんかよく分からんけど、それぐらいまあ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 、ちょうどね、そういう進路いろいろ考える。留学させてほしい。あ、ほんなもうこれを機にちょっと一旦やめよう言うて、はいはいはい、やめて解散して、で、一人で、はい、やって。一人でやってたんですか。一回一人で舞台立とうと思ってやったけど、はあ、その時のもうそれはもう相方なんかそれで自分のあるあるを言うっていう、自分にしか分からないえ、何その何かのあるあるじゃなくて、はい、私自分和田のもうだから言うたら自己紹介よ。自己紹介、私のあるある言いますっ、ね、ていやいや誰がおもろいねそれ誰が分かんねん。私はビーチサンドの匂いが好き言うてっていうネタを自己 PR を一人してたやつを、市川くんが一回お笑いやってはったけど、一回社会人になって、ほんで、見に来てて、たまたまで、スマイルのその時に瀬戸くんと見に来てて、 あの子いいんちゃいますみたいになって、自分のあるある言ってる私をいいんちゃいます。はあ、それが逆に市川さん目に止まって一緒にやろうってもうすぐなったんですか。でもその時市川さんのことは知ってたんですか。知ってたけど、市川くんの元相方の人とすごい仲良かったけど、市川くんとはほんまに喋ったことなくって、はいはいはい、で、ほんでなんかある日突然連絡来て、はい、それもメールでね、はいはいはい、来た。メールでね、はい、どうしても会って話したいことがある。うわ、なんかこうちょっと嫌な感じのって言われて、はいはいはい、ってなってたから、はい、あ、これ私ね、そういう恋愛のやつ、はい、よう分からへんからね、はい、告白やと思ってはい、愛の告白されてると、はい、メールで、はい、ほんで周りの人にとりあえず、はい、相談して、はい、男の人から、喋ったこともない男の人からこういうメール来ました、はい、言ったら、はい、ほんなら周りの人は、いやこれはな言うて、恋愛いうもんはな、付き合ってから好きになるパターンもあんねん言われて、はい、とりあえずいい人かもしれんし、はい、OK しとった方がええでって言われて。あ、なるほど、それも恋愛やとしとったら、まあ、自分の気持ちは分からなくても後々好きになっていくかもしれんから、まず OK しとくと。 OK し、はいはい、で、なんかちゃうな思ったらもう別れしたらいいし、恋愛分かれへんから、はいはい、もうその指示通りに動かな思ってまあ、だってカップル成立するというところに持っていかないとダメだというね、まず、はいはい、ほんで、指示通りに、はい、ほんで、周りの人たちに、私あんまりこう私服もない、はい、ないんですよね、はい、言ったら、いやでもそういう、なんかもう絶対告白や思われてるから、
もう絶対スカーフおめかししていった方がいいよ言われて、はい、学生のね制服以外初めてスカートを履いたんです。私服で、はい、その時、はい、スカートを買って、はい、行ってスカート買ってもう完全に告白してもらうつもりで、はいはい、行って、はい、でなんかちょっとシャブなんかご飯まず食べて、はいはい、で、はい、であのその後なんか公園っていうかルシアスかな、はい、あそう安倍のの安倍のルシアスのところの広場のところでなんか喋、はい、ってたり、なんかあのいや実はみたいな、はい、あのコンビ組んでくれ言われてめっちゃはずいめっちゃはずいと思ううわ、はいはい、食べ物うわさっきのイタリアンとか大口で食べときゃよかった思ってあなるほどちょっと遠慮しながらちょっと遠慮しながらね、はい、女子を見せようと女子やらなあかん思ってねもう遠慮してね、はい、大口とかじゃなくて今はこの人男性としての魅力はないけどこの分持っていくかもしれんからと思いながら、はい、緊張した自分返せよと思って、はいなんやそれ言って、はい、相方に言ってコンビ組んでほしい思って、はい、どんどんコンビ組んでほしいって言われるためもう恥ずかしくてなんでスカートだからちょっともう自分で恥ずかしな思いながらスカートこうまだ挟んでズボンみたいになれんかなもうキロットみたいな、ね、キロットみたいなってくれ思って恥ずかしかった、でそれでも一応そう OK しようとやるからすぐ OK したんですかもうご飯もごちそうしてもらったしそっちかよそれかよ飯ごちそうしてもらったからとりあえずそれでもコンビを結成してからまあ初め男と女で、まあ、女と男に変わらってまあいろいろあったでしょうけどその期間も15年間のうちにね、はい、その恋心みたいなのが相方メンバーのことなかったんですか一個もない全くもない全くないでも周りはできてんちゃうみたいな感じの目でいやそれは絶対男女コンビってそういう目で見るでしょ、はい、最初みんな、はい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 、そうそれは言われるけど全くないし、はいで、あの市川くんへそういう男の人っていう意識を置いたらあかんって思うから、はい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 、まあまあ着替える部屋も一緒だし、はい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 、ほんなもうね、人間だからおならがしたい時だってあるし、はいありますねはい、全部我慢してたらもしんどくなると思ったから、はい、全部我慢せえへん日が来て、はいはい、もうこぎっぱなしこぎっぱなしもうこぎっぱなしびっくりした市川くんが居眠りしてて、はい、んであまあ、んで、やばい、ヘーデル思ってヘーデルはあれ、ヘーデルヘーデルは思ったから、まあ、寝てるし、ええわって、ベッてしたら、はい、え、何って言われるいや、読んでへん読んでない、おならイジャッって聞くんだよ、イジャッって聞くんだよはぁ、面白いです。まあ、でもあのちょっとね、あれぜひともこのコーナーに行きたいと思うんで、はい、ちょっとお写真を紹介するので、はい、リコメンデーションブルスウィーお写真ね、紹介することになりますので、ぜひともあちらの方を見ていただきたいんでございますけども、今日もたくさんちょっとね。ちょうど今お肉がふやけていい状態で。本当ですか、はい、まだ口の中に肉あるんですか、はい、ありますまだあんのはい、歯に詰まってて。歯に詰まってて。はい、ぜひ1枚目からお願いいたします。では、すいません、どん。こちらでございます。これは、これは、はい、一番奥に市川さんがおられて。はい、これは全くギャロップの林さんと、はい、プリマン旦那の野村くんで、はいはいはいで、プリマ旦那の野村くんが、はい髪の毛が多いかっつってこうジェルで全部オールバックにしてたら、はいはいはい、この日初めてたけしさん、ギャロップの林さんが、はい、あのジェルを見たらしくてなるほど、初めてジェルを見たえ、はい、何このジェルあなるほど、だいたいこうチューブに入ってるとかじゃなくてそのこんなジェルあるんか、はい、で、こうやってなんかこう、なんていうの入れ物をこう振ったりとかして、はい、アイスクリームの入れ物みたいに入ってるんですよで、すっごいずっともう羨ましそうにだからもうね、野村くんあれセットしきってない状態で結構長い時間ずっともう林さんがずっとあれジェルに興味あのジェルの入れ物を動かすからなるほどでそれに全く興味のない奥の市川さんはいどうでもええわという会話をしてますあの着替えして全部ちゃんと畳んでる市川さんなるほどね続きましてのお写真でございますどうもこちらこれは、はい韓国この間行ったんですけど、はいはいはい、そこにいたホテルマンがものすごい、はい、あの好きな顔やったっていうあこういう感じの顔が好きなんですか2パターンあるんですよ私のストライクパターンストライクがこれそうですほんで片言でめっちゃ喋って一生懸命喋ってくれて、はいはいはい、これ新喜劇の今もう作家なんて宮崎じゃないですかいやいややめてください宮崎高木じゃないですかそれは違うんですよ違うんですか、はい、
へえ、こういうタイプが好きなんですか。ありがとうございますよっていう、ね、ゆるい感じがいいですか。ありがとうございますで、諸見里みたいな感じがいいですか。何か分からないことがあったら、なりと申し付けくださいって、もう一生懸命こう、こうしたらもう日本にいてはったことがあるから、はい、日本語がちょっと喋れるから言って、はい、人柄が良さそうな感じが出てますね。でも確かに、はい、この人 だから私のインスタを見たら、あ、私がタイプだっていう人はたまにちょい出てくるんですね。あの写真撮ったりするんですよ。あ、この人芸能人とかじゃなくて、なくて一般の方と、はい、だからそれに載ってるとこして見ていただいて、小原さんのインスタを見たら、はい、あ、そうなんですね。ちょっとそれ楽しみですね。芸能人でもない人が誰やろっていう写ってる男の人の場合は、タイプの人。なるほどちょっと面白い。で、続きましての写真ドン。さて、タイプの人なんでしょうか。これは、はい、これは最近帽子を作ったから帽子のね、ブランドを作ったんです。え、ご自分の。はい。っていう。ほんで、W 入ってるんですか、和田の。あ、そうです。あれは何ですか、遠くなんかで言って、何が着てきてたの。あれ、これ全部麦わらの素材で、はい、キャップ。ほんで、あの帽子のブランド名がワンダーウーで、あ、ワンダーウー、和田を入れたくて、はい、で、ワンダで、はい、ウーマンにしたかったけど、はい、映画になっちゃったから、はい、ウーマン、赤浜って、はい、で、もうワンダーウー、ウー、へー、はい、で、あの自分がモデルになり帽子をかぶったけど、はい、あのモデルさんなんていっぱいいろいろ可愛らしい人いるから、はい、モデルさんみたいにとっても、はい、あの勝負できないわけ。まあまあね、確かにね。だから変な顔で。これちなみにおいくらぐらいなんですか。あのね、これね、高いんちゃいます。あのこだわって、ああ本当にむちゃくちゃこだわって、はい、職人さんにもこの作るに至って、はい、間に2つぐらいこう入っていただいて、はい、助けていただく。あのすごく高くなってしまう。いや、そりゃそうですよ。だってつばの部分も全部麦わらなんでしょ。そうで、一個一個手作りです。ほんで、あの和田の W が出てくるようにまでやってるとは。はい、あれ別で。で、あのキャップだけど、はい、上がちょっと尖ってる感じに。はいはいはい、めちゃくちゃ可愛いですよ、このキャップでも。はい、あのサーカス団のテントみたいな感じの先っちょにがイメージで、はい、したっていう。むちゃくちゃ高いんです。本当にむちゃくちゃ高いから。はい、そう、もう2万とか3万とかですか。いや、でも、いや、近いものは。はぁ、それはなかなか。1万7000。1万7000、はい、かぁ、しますね。しちゃって、はい、わぁ、どうしよう思って、はい、で、私、なんかもうほぼほぼ何も入ってくる分0円で、はい、大丈夫ですって言ったら、大丈夫ですわ、あかんってなって、はい、で、いろいろ値段考えて。今はそのネットとかで買えるんですか、これは。もうちょっとしたら。あ、まだなんですね。はい、なんかね、あの、はい、初めてのことだから、はいはい、ちょ、業者さんがこう、なんかちょっとトラブルがあって長引いてしまって。あー、なるほど、はい、まあ、もし買えるようになってまた言ってください。はい、この番組のね、この今の出てるところにちょっと出しておきますね。本当だったらね、はい、今もね、告知できれば。でも今後展開あるんでしょ、だからネット販売ないので。はい、ね、で、いろいろ種類もあって。あ、そうなんですか。キャップ、ハット、ベレーっていう。へえ、でもこのキャップ可愛いですね。で、私頭が大きいんで、はい、頭が大きくてね、あの可愛らしい帽子があんまりないなっていう悩みの方への向けての帽子。はあ、女性でね。あ、はい、男性でも、ね、男性でも、あ、なるほど。ごめんなさい、宣伝。何をして、いやいや、大事なことですよ。じゃ続きまして、どうぞ。死体、死体ですか。死体は、はい、市川くんですね。これ、はい、危な。なんで急にこんなところで多分ぶたれてるんですかね。なんかね、お前カンペマラソンあったでしょ、はいはいはい、その後に、その主催者の方々とお食事、はいはい、ちょっとするからおいで言って誘ってもらって、はい、もうほんなら市川くんが、市川くんもともとお酒弱くて、お酒弱いですね。ほろ酔いでベロ酔いになるぐらいでしょ。で、市川くんの前にいる人が、まあまあ市川さんの、はいはい、飲んでくれ、遠慮せずに、はいはい、遠慮してるわけじゃないですけど、はい、遠慮せずにっつって、あ、飲みますって飲んでこてーってなって、えらい人いっぱいおる中でもうえらい人ばっかり、本当に主催してくれる。確かに奥からみんな背広ですもんね。スーツ姿の方ばっかりのところに、ばっかりなところに一川くんがコテンと、はい、うわ、もう起きなくなったっていう、はい、面白っ。小原さんはお酒飲まれるんですか。私飲む時と飲まない時と分けてます、はい、なるほどなるほど。もう飲む時はもうバッと飲む、バッと飲んで、で次の日のこと考えて、あ、大人な飲み方、はい、なるほど。じゃあ続きましてのお写真でございます。どん、じゃあ何すかこれ。
ますもう一角もバカになってまいりますけど、あ、いや全然いいですよ、これは、はい、その単独ライブのポスター撮りしてる時に、はい、頭に角を、加さんに角をしてもらうっていうので、はいはい、頭に角を、はいはい、してもらってる時の市川くんの写真、はいはい、写真いろんな写真撮ってもらって選べるんですけど、見てたらもうこの表情がたまらなく気持ち悪いと思って一体これは何なんだろうと思って、僕写真送ってきていただいた時にどうやったらこの表情ができんのやろうと思ってえ、これついてるの、これついてるってことですか、これだからね、あのなんか止まってるんですか、あえてこう坊主にしたんですけど、はい、この角が生えるようにね、はい、ほんならね、頭に角できないってなって、はい、で、こう首のところに木をふっと息を刺して、はい、あ、刺してっていう、だからもう市川君首が結構詰まってる状態、ああ、本当ですね、あ、そう、見えないけど、そう言われたらで、そうですね、笑ったからあんな顔になったらしい、ああで、続きの、その次の写真がまたその、あれするこれ、そうすごい、これいやいやいや、やる気出してっていや、この、いや、これなんか初めて、何やねこれと思ったんですよ、これなんか雲かなんかついてるのかな、これなんかね、だから私がやりたいことを全部、はい、あ、こういう風にやりたくてって言ったら、はい、うん、ええよって言う割には、はい、いや、ええよの顔ちゃうやんいや、まあ本人なりにいい顔してありますよ、いやいや、やってるやんっていやー、でもこれをなんかその関係あるんですか、今度のイベントとかは15周年、関係あります、関係あります、え、これはどういうことですか、これはだからね、はい、あの今年でね、はい、私たちがね、はい、あのコミックね、15年ということで、チラシ持ってきて持ってきてないですか、あ、持ってきてます、あ、持ってきて、ぜひ、あとでじゃあここに出してきます、ね、ほんでね、はい、その15年で、はい、7月を13日を金曜日に7月13日金曜日、はい、はい、に、あのナンバーグランド花月 で、ナンバーグランド花月で初めて単独ライブを行うことになったんです、はいはい、7時半からね、はい、はい、ウーマン&マンっていう、あ、マン&ウーマンじゃなくて、はい、ウーマン&マン、マン、はい、はじめね、はい、ポスター作ってたらね、みんな英語弱いからね、はい、ウーマン&メンってなってて、はい、なら女と男たちってあるでしょ、はいはい、ずっと誰も気づいてへんかって、はい、今お届けにポスターが届きました、 ありがとうございます、あ、すみません、そうこれなんだ、これですね、はぁ、なるほどここでだ、そう、これが、へー、だから普段、まあ、15年経ったけど、はい、また新たな気持ちで頑張りましょうっていうので、はい、あの、まあ、着物も普段衣装で着物着てるんですけど、はい、着物も一旦脱ぎ、脱んでいつも笑ってるなんか元気な感じのチラシを作ってたけど、はい、まあちょっと笑ってないというか、ちょっと雰囲気、はい、シリアスね、はい、な感じ、真剣な感じで、へえ、はい、でゲストにトロサーモンさん、あ、お呼びして、はい、すごい、もう M1 チャンス、もうずっとないです、15年の中なんです、はい、ずっと、そうなんですか、ずっと可愛がってくれてはったし、やっと呼べる、来ていただける、なるほど、まあね、もう今忙しいですもんね、そうですね、トロサーモンさんも、はい、もう言うても、なるほど、ゲストにトロサーモンさん来られて、はい、7月の13日に金曜日7時半から、はい、ね、チケットが2,000円、はい、どうですか売れ行きの方は、まだまだあ、まあでもまだね、だいぶ先ですから、めっちゃ先ですけど、はい、2ヶ月先でございます、858席って、はい、はい、いや僕もこの間ね、あのやらせていただきましたけど、途中で一回むっちゃ諦めた時ありました、ね、あ、もう無理やなと思って、2週間、もう公演2週間前ぐらいでもう無理や思いましたけど、まあなんとかね、完売になりましたけど、ほんとよかったですけど、そう、だから、はい、親戚ともっとなんかいろいろ付き合っとったらよかったいや、リアルなやつ、そのリアルにちゃんと来てくれそうな感じの人たちを呼ぶ、そうするんじゃなくて、はい、だって今もう言うても、よう移動やとかちょいちょい出てはるから、はい、そう、埋まるんじゃないですか、いや、でもまだまだもう本当に僕らメディアが一個もなかったんで、新喜劇のなんか終わりぐらいの放送を言うと、それもアキさんと二人だけ、二人でみたいな感じだったんで、それは結構大変でしたけど、で、うん、グッズとかも考えてるんですけど、グッズ作るときに、はい、この間こう森田さんはって言って、森田さんのやつを全部見本で見せてもらえるっていう、あ、ほんまですか、あ、僕の時の、あ、奥田さんが、はい、そうそうそう、このタイプではいいですよって、はい、で、一個がそれになった、あ、それで完売になったって話を聞いたはずなんですか、はい、ありがとうございます、もうだからで、完売になったって言ったら、はいはい、グッズの方が完売になったって言った瞬間、市川君が嘘つけって言ってました、おい、ほんまですよ、まあ、だからむちゃくちゃ少なかったです、だから最小数が決まってるんですよ、で最大数の方にもあるんですけど、あのもうとりあえず、売れ残るとかが嫌やったので、もうじゃあ50が一番最小ですよ、だから50にしてくださいって、
だからまあ2つで100やったんですけど、まあ、結局たくさん買ってくださる方おられたんで完売になりましたので、なんでまあでもぜひぜひこの、7月の13日、はい、夜7時半からなんばグランド花月のこの、ま、ウーマン&マン、ウーマン&マン、はい、はい、これはもう漫才だけですか？漫才と、はい、まあコントもなんか1本ぐらいするとか言ってたらしいし、はい、らしいらしいし、はい、一言みたいな誰の噂を聞いてきたの本人でしょ、はい、らしいらしいやらしい、はい、やるということで、あの1個、はい、これね私提案したらね、はい、あの通ったんですよ、はい、何をいやなんかもう、はい、漫才だけど、はい、漫才じゃないみたいな。なるほど、漫才だけど漫才じゃない。ベベベベベみたいな感じを、はいはい、私が提案したら、うわめっそれいいやんってなって、はい、いいやんなりすぎて、なんか知らんけど、はい、いろんなところで言うときに市川くんは自分の手柄みたいに、あちょっといい漫才、あ漫才じゃないけど漫才じゃないようなやつを考えたんですよって言って、自分の手柄で言うから、この人なんやねん。いやいや、なぜこの15周年でコーナーに引っ掛けてんの。なぜここに日々入ってきてんの。まあまあそこはね、お二人で、ねはい、ぜひあのぜひぜひ見に来てください。で私の方からの告知でございますけども、はい、5月の24日の木曜日夜、7時、こちらも7時からですね、ポスト吉本で、あ、はい、2週目だけ劇場の、ね、横にございますポスト吉本というですね、私は森田信義アワーということで、吉本新喜劇を落語にしたらどうなのかというちょっと挑戦をね、しようと思いまして、でまあその落語の後に、トークコーナーございまして、の森田信義アワーで同期の集いということで、今回森保バンバンビガロ、ヒューマン中村グイグイ大きいとこの4人でですねちょっとトークをしようじゃないかと思います。なのでぜひともね、あのチケット2000円発売中でございます。ぜひとも来てくださいということでして、はい、もうあのお時間でございました。なんかすごい昔話してしまって大丈夫ですか？いや全然そういうお話ができることがこのあの番組の良きところでございまして、本当はあのなんかある番組のパクリみたいにですね、はい、その15年をですねちょっとグラフに合わせてもらおうかなと思ってたんですけど、ちょっとそのお時間があれなんで、1回だけファットだっかやってもらっていいですか？今おいくつでいらっしゃいます？え年齢、あちょっといいこと考えた、あいいこと考えたいいこと考えた、はいはいはい、はい、なんか楽しそうになんか書いておられますけど、グラフ、はいはいはい、あのサンミーです。いやそれパンパン美味しいパン、いやパン、いやボケましょうちゃうねんこれ。別に美味しいパン、美味しいパン、サンミー、サンミー、はい、グラフ書いてほしいええこと思いついた言うてパンボケちゃうねん、ボケ書いてくれよ思ったやつちゃう面白いなまだでもぜひ遊びに来てください。はいはい、もうこれでいいです。もうサンミーっていうボケでいいです。サンミー何でもええやろ。これミルフィーユでも何でもいいじゃないですか。いや3つの味をこれ、いやもうちょいこれだからサンミーはちょっともうちょっとこのくらいか、3つの味を楽しめるからサンミーっていう、はいはいはい、これチョコレートね、はい、チョコレートです、まあ、でもいろんな美味しいものを食べておられますから、はい、そうなのサンミー、なぜサンミー、いやサンミーはもう、はい、学生時代のアイドルパンですよ、はい、なるほど、そこそれをまだここのグラフ書いてくれに、あこれがええと、はい、あーっと思ってグラフの書き方わからないから、大体、はい、見てきたらわかるでしょ本当に。まあまあ良かったでございます。ありがとうございます。なんか最後一言ございますか。ヨンミーもあるよ。いや何やそれ。というわけで本日は以上でございます。See you next time. バイバイ。バイバイ。